度重なる敗北の果てに、その男の体はすでに限界へと達していた。だがまだ死ねない男にはなすべきことがあった。双子の弟に勝つことだ。ダンテ、肉体と心を捨て去ることを決めた。ヤマトの力を使って自らの人と魔を切り離したのだ。そして男を純粋な悪魔となった。魔の力で滅びゆく肉体を維持してはきたが、もう限界が近い。切り離され、人の魂だけになって、ようやく俺の犯した過ちに気づいた。力を得るために捨てたものが、その全てがどれだけ大事なものだったか。それでダンテに依頼したの？そうだ。愚かだが、やつならきっと過ちを正せる。そう思ったんだ。なあ、俺は正しかったのか？私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう、ダンテの戦いを。ただらしにはちょうどいいな。死にたいってんなら別だがよ。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。それでは早速始まりましたけれども、デビルメイクライフ5、続きをやっていこうと思います。さあ、前回のボスを倒して手に入ったキャバリエレ、早速使っていきましょう。今回僕の買ったデラックスエディションにもキャバリエレのなんか特殊なスキンが手に入ってたんで、また使ってみたいですね。さあ、ちょっと全然使い方わからないですけれども、ある程度スキルも解除してきました。さあ、適当に振っても強いですね。面白い。で、持ち上げる技もあるということで、空中でソードマスターすると、なんだこれ、すごい。で、こういうこともできると。で、なんか技するときに長押しでタイミングよく攻撃ボタンを押すと回転数が上がってダメージが増えるんだったかな、んかあったみたいです。さあ、そして前回のボス戦でちょっとすごい反省したので、もう少し落ち着いてやっていきましょう。なんだあれ、なんか守られてるな。どうやればいいんだ、多分。普通に壊せました。
終わりかな。さあでも武器が増えてきたんですごい楽しくなってきましたね。これは壊していけばなんかあるのかな。ちょっと邪魔だな。さあこういう感じ、なんちゃって技してますけど、でここでこういう感じか。おお派手、それっぽくやってるだけで。それっぽくやってるだけでなんかかっこいいですね。でこれで持ち上げられるのがいいですね。なんかか、なるほどね、囚われるんだ。これキャバリエリなら止められるんじゃないかな。 OK 止めれた。おお爽快、派手ですね。ただ一回一回の振りがゆっくりだから、囲まれてるときのスーパーアーマー持った敵とかに囲まれたときは気をつけないといけないですね。攻撃当てたらすぐひるむ敵だったら巻き込んでそのままダメージ与えられるけど、調子に乗って振ってるとバコーンって一発入れられそう。さあいっぱいオーブがあって、あ久しぶりのニーズホックヘックだったっけ。調べるってありますね。下になんか行けそうだ。リベリオ持ってる？血で満たせて。俺のはお断りだぜ。取ってこないといけないんだ。どこに？え？こっちか？こっちかな？多分。他に道はないね。源流ってわけだな。お、さあダンテも内ポケットにしまって、これで通れるようになるのかな。でもニーズホックベビー入れるところが2つありましたよね。2つともこれで開けられるのかな。まず下から行ってみますか。さあすごい今更触れますけれども、冒頭で V が紹介してた双子の兄って言ってましたけれども、ユリゼンはやっぱバージルだったんですね。で V はバージルの両親ってことなのかな。わずかに残った、そういうことだったんだ。うわ失敗した。ちょっとまずいかな。さあすごい、こんな技もあるんだ。今完全に暴発しただけです。この武器ならひるませられる。この敵も強い。これは強いですね。これは強い。基本ゴリ押しでいける。
さあこれで一つ目が完了ということかな。でここから血が流れて、よし、でもう片方してこいと。血が流れ出した。さあぐるっと回ってきて、奥にまたなんかあるけれど、おあれムービー入ったね。さあ新速のプレデターヒューリー、またなんかかっこいいの来ましたね。結構気持ち悪いのが最初の頃は多かったけど、そしてダンテもこのやっぱ余裕の感じがいいですよね。あ、早っ。結構捉えられない。オッケー。こういう時にキャバリエレで止められないね。思いっきりもらったね。お、止められた。いって、強っ。あ、ちょっとごめんなさい、なんかすげえチャチで終わらせ方したけど、強い。キャバリエレうまく当てたら突っ込んでくる突進攻撃止めて一回地上に引きずり出されましたね。さあでもあと、あと一個は血を流さないといけないから、でこっちが元の道に戻るからこっちかな。さあこれで2箇所目も完了で、これでようやく下に行けるのかな。ん？違うな、あと2つぐらいやらないといけないか。4箇所かな。結構長いぞ。あ、これでいいのか。あ、これで OK みたいでした。いや、OK じゃないみたいでした。魔王様を待たせちゃ悪い、先を急ぐか。さあ敵出てきそう。出て、うお、びっくりした。当てられるかな。当てられなかった。よし。
ちょっと一回ごっちゃごちゃだから逃げて、これ合流してみようか。これだね、キャバリエル、すごっ。よし、さあこれ3つ目か。ゴールドオーブありますね。でもゴールドオーブもだいぶ溜まってるんですよね、10個くらい。あれだけのアイテムなら技に取りに行かなくてもいいかな。これで終わりか。ずいぶん手の込んだ仕掛けだったな。あ、でもせっかくなんで拾って、よし、じゃあ下行きましょう。過去にも来たことがあるみたいですね。ここの後ろは特に何もなしと。さあ時空心臓来たので強化していきます。さあそれでは強化が終わったので引き続きやっていきましょう。さあ今度はどんなボスが来るのか。こりゃ驚いた。思ったよりそのままだ。あー、さっき V の話していた時の映像にも出てましたね。力に目覚めたのはバージルにこいつで胸を刺された時だったずっと考えてた。親父がなぜ俺にリベリオンを与えたか。ああ今する話かそれ俺も今まで散々いろんなやつに刺されてきたが、こんな日が来るとはな。いかれちまったのか。魔王を倒すんだろ。なあおい、自殺止まりバカ。ヤマトは人と魔の両者を分かつだとしたら、リベリオンは おい、まさかスパーダを吸収してるの。あんたなんだな。簡単にくたばるはずもねえか。じゃあ仕方ねえ、見せ場くれてやる。勝てよダンテ、絶対。
ことだったのか。魔剣ダンテってことは新しい技来た。魔剣ダンテリベリオンと魔剣スパーダの基本性能を引き継ぎつつ、ソードマッサージに B ボタンを押すことによって魔剣の独自の攻撃を行える。魔剣ダンテを所持した状態でデビルトリガーを発動すると、魔剣の剣が選択中のスタイルに応じてさまざまなサポート。めちゃくちゃ難しそう。あ、新しいなんかゲージもあるな。ちょっと待って、あ、なるほどね、こういう感じか。あ、もう終わった。ちょっと新魔人でいいのかな、新デビルトリガーって書いてありますね。長押しすることで変換、あ、さらに貯めていけると。最大まで貯めてデビルトリガーのボタンを長押しすれば OK と。 HP の回復はなく途中解除もできない、使いどころが難しいと。だいぶ溜まってるからどんどん貯めていって OK。 もうちょっと貯めないといけないね。なんかちょっと待ってよ、今までとちょっと使い方が違う。いってって、ちょっとつらいって。さあ溜まったので使っていきましょう。これで OK。 めっちゃ強い。ちゃんとでも余計だった方がいいよね。痛いけどそんなダメージなかった。あ、もったいないことした。またゲージ溜めていって、いてててて、いてててまずいまずいまずい。なんかおかしいと思ったら、そうだ、なるほどね。ごめんなさい、コメントがまたちょっと変わってたんで。これはダメージにならないんだね。よし、またゲージ溜めてって、よし、さあこれでそろそろ溜まるか。 OK、 溜まったかな。いや、まだだ、危ね、痛いけど、よし、 OK、 溜まったんで使っていきましょう。うほっ、強い。よし、終わったか。相変わらず何も分かってねえな。何も分かっていないのは貴様の方だ。ここから悪夢が始まる。
ことは完全体となった。多少予定は狂ったが問題ない。はい、ということでここで終わりか。すげえバトルめちゃくちゃなんか熱くなってきましたね。でもまだ倒せないのか。そうだよね、まだミッション12なんで多分大体20ぐらいで終わりなのかなと思ってるので、まだまだ続きますね。はい、ということでここからどうなのかめっちゃ気になりますね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。それではバイバイ。